都政運営に専念すべき舛添知事は、疑惑が発覚して以来、釈明や対応に追われ続けました。説明責任を果たすことなく、辞職へと至った一連の経緯を振り返ります。香港のトップが二流のビジネスホテルに泊まりますか？恥ずかしいでしょ、そういうことであれば。全く問題ありません。奥多摩よりもおそらく早く帰ってこれると思います。高額と指摘された海外出張費や公用車での都外への別荘通いなど、問題の発覚直後、知事は強気でした。しかし、家族旅行費や飲食費の政治資金からの支出といった政治と金をめぐる疑惑が次々と浮上します。そこで知事が取った対策は、第三者の厳しい公正な目に任せたい。第三者の厳しい目で、自身の説明ではなく弁護士という第三者の調査でした。その後は知事会見でも、都議会の開会を迎えても、調査中を理由に説明を拒み続けます。結果を明らかにしたのは、調査をすると発表して2週間以上経った都議会代表質問の前日でした。木更津市内のホテルでの宿泊でございます。家族旅行がメインであったと理解するほかなく、政治資金を用いたことが適切であったとは認められない。違法性はないが、政治資金での私的な支出など不適切な点があったとする結果に、知事は、宿泊費や飲食費の支出について、そういう指摘を受けましたので、これは返金をいたしたいと思います。別荘の売却や美術品の寄付といったけじめを表明し、知事を続投する決意を強調します。その思いは、都議会の代表質問や一般質問、総務委員会での集中審議と度重なる追及にもぶれませんでした。舛添知事は辞職すべきです。知事自ら辞職するしかありません。こういう選挙というのをリオの時にやるということは、本当にこの国家的大事業である2020年大会にとって極めてマイナス。どうか少しの猶予をいただきたいというふうに思ってます。猶予を求める知事に対し、議会側は知事を選挙で応援した与党を含め、一気に不信任案提出に傾きます。議長らが何度も辞職を促しましたが、知事は涙ながらに猶予を求め続けます。日付をまたぎ午前0時半を過ぎました。委員会が始まります。知事への対応を協議するため、都議会は日をまたいでの対応に。しかし、一夜明けて今日、知事は一転して辞意を表明しました。一方、銀座では知事の辞職願い提出を知らせる号外も。号外、舛添知事が辞職します、号外です。銀座では道行く人が次々と号外を手にしていました。まあ遅かったんじゃないですか、あまりにもね、もうみっともない抵抗して、あんだけやめないやめない言ってたので、もうちょっと頑張って都知事続けてほしかったなっていうのはあります。じゃあ次誰がやるんだろうっていうのがあるので、まあ、この問題とは別に、まあ、ちょっと仕事をしてほしかったっていう。かわいそうだけど、もう自分で撒いてたんでなので、しょうがないかな。このタイミングで良かったと思います。あと引きずらないで次に進んだ方がいいと思う。舛添知事辞職へ、都政は今後どうなるんでしょうか。やはり影響がないわけがないですよね。もうありますよね、はい。まあ、これまでも、もう停滞沈滞ですね、いろんな3ヶ月半年に及ぶですね、舛添都政は事実上機能してませんのでね、はい、ここからまあざっと50日間次の知事が選ばれるまでですね、都政はさらに停滞をするように思いますね。このトップリーダーを、はい、失ってますのでね、はい、で都議会も閉会をするということのようですので、さあ職員だけで都政を回すという状況になりますよね、はい。さあ、それでは今後の予定ですが、現在の都議会の様子が映っています。
舛添知事が、まあ、神妙な顔をしているように見えますが、はい、時折笑顔を見せてまして、今日はコップの水もこぼしませんでしたね、はい、ですから、まあ、どこか吹っ切れたですね、余裕明るさのようなものを感じますね。なるほど。さあ、そして今後の予定です。まあ、今日辞職願いが提出されました。そして21日に辞職となるんですよね。そういう希望で出されたようですよね、はい、本来なら今日なんでしょうけれども。なぜ21日なんですか。さあ、ご本人しかわからない部分はありますけれども、はい、やはりざっと1週間ですね、残務整理期間を欲しいと。で、まあ、局長も集めてそれなりに自分の指示も出しておきたいと、まあまあ、こういういわゆる職務上の都合なんでしょうね、はい、ですから20日云々ということが日程に入っているようには思いませんね、はい、そして、まあ、知事選挙の日程について現在このように、まあ、調整が続いていると。7月14日に告示、31日投票、もしくは21日に告示、8月7日に投票と、うん、まあ、このいずれかにれ、はい、なるかと。これももしかしてですね、はい、まあ、ほとんどないですが参議院同日選に合わせようと、ここで辞職しますよね、はい、50日以内という意味では、まあ、翌日が公示になりますが、はい、まあ、ありえないですよ、はい、でもやろうと思えばですね、で50億もかけて都知事を選ぶよりは、はい、ダブル選でいくと、参議院選と、20億で済むと。そうですね、まあ、ただこうして選ぶと、はい、またまたうん、どんな人が選ばれるか分からなくなりますよね。それだけやってきたんですよね。舛添辞任、ね、猪瀬辞任、舛添辞任、はい、2代続けて、3度目の正直もあるんじゃないかという人もいますから、はい、これはやっぱり慎重にやった方がいいですね、はい、まあ、多分この日程の中では、まあ、上の方が濃厚でしょうね。やっぱり夏休みで全体がこうお休みになるところで都知事選をやると投票率が多分、はい、4割を切るとかですね、史上最低の都知事選になる可能性ありますね。なるほど。それは避けた方がいいですね。それは避けた方がいい、避けたいですね、はい、さあ、そして疑惑は晴れないままの辞職となるんですが、これ集中審議すら行われない2回目ですよね、まあ、行われない可能性が今本会議始まったばかりのようですので、はい、分かりませんが、まあ、いろんな談話が出てきましたね、はい、そうすると、まあ、共産党はまあ、100条を求めるところと集中審議をそのまま予定通りやれという党もあるようですが、はい、どうもこの与党にあたる自民公明はですね、消極的な感じですね、で今日で終わりということにしたいんでしょうね、はい、ただですね、これだけ3ヶ月以上ですね、まあ、あまりにも、まあ、世論の顰蹙を買うような都知事の行動がですね、あらわになってきた、これを紙一枚出したからといってですね、はい、許されるものでもないですよね。不問にしていいのか。まあ、ですから今後の都政も考えますと、はい、やっぱりクリーンな都政に変えていく、そういう意味の引き継ぎも含めてですね、はい、自分が非常にこの都知事のポストを汚してしまいましたので、はい、これをやっぱり掃除する責任はあるんじゃないでしょうかね。まあまあ、そういう意味では会見でもいいですよ。議会がもし20日に集中審議をやらないなら、はい、ご自分で会見を開いて、はい、もう毎週毎週この問題だけやってきましたので、はい、これにけじめをつけるけじめ会見をして、はい、1時間でも1時間半でも疑惑に関わるものを全部正直に話すと。そうですね、これをやったらですね、少しは、はい、少しは、まあ、今週金曜日にも定例会見ありますので、まあ、そこでもいいですよ。そこでもいいですが、まずは自分が1時間話すですね、はい、あの問答じゃなくて、はい、話した上で実はまあこういう理由で話すんだという会は自分でやれますから、はい、これはまあ議会がやらない場合やってほしいですよね、はい、最低、はい、それでもまあ許されないと思いますよ、はいはい。